でさ、1年の中で、うん、多分5月の中旬から6月って、うん、私の中で、うん、パン作りの黄金デイズ、うん、なぜならよ、うん、自然に室温に置いて発酵できるの。あ、冬だとね、発酵機器とかね、そう、寒い時期に作るとやっぱお湯を張ったりとか、うん、ちょっとあったかいところになんかわざわざ、うん、やっぱり黄金期を逃す手はないのよ、うん、やっぱり私普段でもまあよくパンを焼きますよ ね、うん、そうね、もうちょっとしょっちゅう焼くように、なんかちょっと時間があったら、時間が空いたらパンを焼くっていう感じにしてるんだけど、やっぱ黄金期はなおさらその回数が多いよね、うん、インスタとかも上げてる以外にもパンはよく焼いてるんだけど、だからちょっとパンをやりたいなって、持ち込み企画、沼津理恵の、うん、冷凍ね野菜本もたくさんの方にね買っていただいて買っていただきました。でもそれはありがとうございました。で、野菜丸ごと冷凍レシピは、うん、我が家の普通の生活の中で使ってるから、インスタとかの方で、うん、まあ、今日の夕飯みたいな感じで、まあ、いつも紹介していこうかなと思って、うん、YouTube の方ではやっぱりこのパンの黄金期、うん、パンをやってみたい、いかがでしょうか。いいと思います。もう冷凍はね、もはや我が家ではね、丸ごと冷凍はね、うん、もうスタンダードなんですよ。もう本当に普通にもう家の中で使ってるので、うん、なんかね、特別感っていうのはないんですよね。でもだいぶね、紹介させていただいたから、もう皆さんもね、本とにらめっこしながらね、うん、ちょっと楽しんでいただきつつ、まあ、またちょっと夏におすすめの、ね、そうですね、冷凍術があるから、ね、それはそれでまた美味しい。あら、言うの、あら、どうしたの、そんな3杯も飲んじゃったから口がペラペラ動いちゃって。というわけで、というかね、パンをちょっとやってみたいっていう、ほらホワイトデーの時にはさ、持ち込み企画してくれたでしょ、はいはい、だから今度はパンの黄金期だから、うん、沼津 D の持ち込み企画、パンをやると、パンを真剣にやる。お、ちょっと私は魔法の手を持っているってよく言われます。パンを魔法のように美味しくできる手なんですよ。いや確かにね、またね、夫婦でこんなシワシワな、また夫婦で褒め合ってるって言われるかもしれないんですけど、そうだね、褒めてもダメ、確かに本当にパン美味しい、もう食べてもらいたい、皆さんに沼津家のパンを、本当にうまい。そうだね、私レストランの時にお店がね、日曜日定休日だったのを利用して、うん、私が食パンとハンバーガーのバンズを焼いて、うんうん、それを使った日曜限定のカフェもやってたぐらいに、そうだね、パンが好きよっていう話です。本当パン作り好きだね、うん、もう何年前かな、もう今でこそ1000円2000円のハンバーガーが主流だけどね、うん、私がやってた時にフォアグラバーガーとかを私が編み出したんだよね。そう、10年ぐらい前ですよ、ね、10年ぐらい前、本当にまだそんなの全然、10年どころじゃないよ、 もっと前か、もっと前だ、そうだよね、うん、うん、その時はでもそんな高いハンバーガーっていうのはもう全然全くない時代だった、先駆けだったよね、あれ、先駆けだった時代のね、うん、まあパン屋にでもなるたいぐらいの気持ちは今でもありますよ、うん、ぐらいパンが好き、パンを作ることが好きということで、まあ、何の人ですかって言われて、いろんなのができるんですけど、うん、何の人ですかって言われたらパンの人ですって言いたくなるぐらいだよね、うん、本当に今黄金期に関してはよ、うん、パン大好きだよね、うん、でもお菓子もずっとね、カフェにもケーキをおろしてるし、うん、料理はもう本当にシェフの2番手でフライパンを振ってた時期もありました、うん、私、うん、ということで話はまた長くなりましたが、何を言いたかった動画かと言いますと覚えてますか、沼津理恵の持ち込み企画、パンの黄金期、ぜひみんなでパンを作りましょうという、うん、ちょっとパン企画を進めたいと思います、うん、なので丁寧にもうしっかりコツ コツを伝えていく、そうお伝えしたいっていうことと、うん、ちょっとこうパーツを分けたい、なんでの1回の動画を長くじっくりじゃなくて、うん、もうなんていうの、ここまでちょっとまあ3ブロックぐらいかなに分けて、本当にまあそんな長い動画だとまた大変でしょ皆さん、うん、なのでもう本当軽量から
分割から成形からとかそういうちょっとパーツごとにしっかりと分けてやるってことね、うん、で私はもうちょっとパンって意外とこう時間が大事だから、うん、なんか喋りながらよりもバーッと私の普段のパン作りを見ていただいて、喋、うん、ってる間にどんどんあの発酵が進むってことですよね、うんうん、だから集まりがやっぱりこう状態ってね、あんまりこうグダグダはい見てくださいとか言ってわっとやってるとね、やってるとねどんどん発酵が進んで、うん、出来上がったパンがあれっていうことになっちゃうと、そうやっぱり極上のパンになりきれないことがあるから、ね、それだと、うん、それだとちょっとね見てる人もねえってなっちゃうよね。やっぱり普段作ってるパンの様子を、うん、パン作りの様子を見てもらって、その手つきとかね、そういうのを見てもらって、いやね本当にねもういろんなコツがねそうあるんです。僕はあの毎週のようにパンを作ってる様子を見てるので、うんうんうん、なんかね違うんですよとにかく。また始まった、またしゃべりだした、ま、たもう口弱、もうちょっと弱、もう4杯読んだんだな、うん、もう4杯目です、4杯目ですから、ちょっともう、はい、もうそろそろ締めに入りたいんですよ私は、うん、もうそろそろねちょっと夜も更けてきましたから。そうだね、ということで、うん、今日言いたかったことをまとめます、うん、私なりに、うん、今週からしばらく、うん、パンの黄金期ということで、うん、パン作りをじっくり皆様にお届けしたい、うん、でパンだけじゃちょっとやっぱり、まあ、見るだけでもいいでしょ、パンはちょっと私の魔法の手をね見ていただくだけでもいいし、うん、でパンに合うサラダとスープをセットにお届けします。でもこれ最後の乾杯です、はい、もうすいませんねグダグダな配信で、本当もう終わりにしよう、本当すいません。まあでもね、こうやってね、喋ったりするのね、楽しいんで、うん、そうだね。またいつかね、うん、やりたいなと思ってます。まあ、自由、見ていただける方がいるかどうかわからないけれど、うん、その、なんか1週間の締めくくりや、スタート。ね、少なくともね、実家のね、親見てくれますからね。本当ありがとう。あと親戚とかね。私のね両親はもう本当毎日リエレシピ作ってもらってね、毎日写真が来るの。そう、 LINE で送ってきますよ。本当にもう励みですよ、ありがとう。だからね、うちの父親もね小食になったけど、これリエレシピだと毎回完食するって言ってすごい、本当それだけでも私はもう本当にね嬉しい。で嬉しい、ね、作ったよとかいろいろね、うん、うちの親だけじゃなくてね、そうね、最近ちょっと増えてきたんですよね、作りました、ね、美味しかったって。だからぜひ作ったらなんかね嬉しいね、マイナスなことでもいいですよ、もう何でも。いやでも褒められて伸びるタイプ、伸びるタイプだからね。そうそうそう、それはすいません、抑えていただいて、ここはあれだったけどここはあれだったよとかね、そう、ここは美味しいんだけどここはちょっとこうしてくださいみたいな最後はちょっと伸ばしてもらわないと私もちょっとへこむんでね、意外と。また長くなってきてるよ、ね、もうずーっと喋るんですよね、すいませんね、もう終わり方がわからないんです。これで最後って言っても3回目名残惜しいですけど、じゃあ乾杯して、皆さんに乾杯して終わりにします。グッドラック、グッドナイト。うわ、うん、また飲むんでしょこれ終わってもこれから飲みます、またちょっとね、おやすみなさい。つまみがなくなっちゃった。また明日、今度は明日からパン見てね。見てね。はい、終われ。